もうね、限界なんですよ。もう何時よ今。2時もう腹減った。どうした。いや、飯食い行こうかなって、うん、面白くない奴に飯は食わせん。まあ、僕らは、まあ、1時ぐらいに飯をね、食うんですよ、みんなで。そうですね、そうですね、行こうよ。まあ、それが当たり前だと思っちゃいけない。なんで？はい。YouTuber たるもの、面白くないと、衣食住はさせん。うえ、俺が決めた。何？俺が、今からゲームマスター、ルールを説明する。はい。はい。まあ、3人の中で、今すぐ飯を食えるのは1人だけ。大喜利をして、はい、一番面白かったやつは、今から飯を食うことができる。うえ、なるほどな。でも面白くなかった2人は、もう一度、2時間後に勝負をしてもらう。うわうわ、もうだが、そこで負けた最弱。そいつはまた、2時間後に飯を食う。まあ、つまり、面白いと思われたやつだけが、飯を食えるんだ、今日は。うわなるほど。2時間しんど。まさかこれが、噂の、腹ペコペコ大喜利ってやつかよ。これが、腹ペコペコ大喜利だ。それじゃあまず、お前らの食いたいものを聞いてやろう。マジか。どうしよっかなー。カレー。インドカレー。インドカレーな。ビンですね。ビンってどこだよ。ビンってなんでに。いやー、待って、カレーもうまいんだよなー、でも。ケンタッキーで。よし。なるほど。あり。いや、お前何でも食えんだろ。俺、好きなの食えるから。好きやで。好きや。好きや。好きやつが牛丼で。おー。牛丼、カレー、ケンタッキー。わかった。じゃあお前らの面白さを見せてもらおうか。大喜利開始。じゃあ大喜利は2ポイント選手で。はい。はい。先に2ポイント取ったやつが食えるってことですね。そういうことです。バンバン出してっていいんですか？バンバン出しちゃっていいです。第1問。はい。はい、こんなお母さんの口癖は嫌だ。うわー。どんな口癖？やばい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 。やばいやばい。お腹空きすぎてしそべこれ固まってる。お、まあ、内くん、こんなお母さんの口癖は嫌だ。どんな口癖？今日の晩飯、半チャーハンでいい？おー、嫌だなそれ。惜しいわ。おわー、見て出す。あるき、こんなお母さんの口癖は嫌だ。どんな口癖？もう、福山雅治ならこうしてるわよ。あー。嫌だよ、それ。これ、大ファンなんだよ。これは、ちょっと地獄だな。え、ダメなん今の。ダメです。マジか。もっち、こんなお母さんの口癖は嫌だ。どんな口癖？もうほんとあんたってそこ知らずマウンテン。あいやーうざい。一本うざい。もっち1ポイント。よし、うざい。口癖関係なく、もうなんか語呂で言ったな。いやーこれやじゃね、お母さんが。やだよ。ほんとあんたって。いやー俺もそっち系で。おもろいかもな。じゃあ行きます。はい。超高層マンションのエレベーター。このボタンいる？どんなの？あるき。超高層マンションにあるエレベーターにあるボタン。このボタンいる？どんなの？素数回限定ボタン。あいらねえな。どういうこと？ちなみに僕の前の家こんな感じでした、エレベーター。素数回限定ボタン。5階とか7階とか11階しか止まんなかった。いるやん。ああ階段であとは登れみたいな、ね、そう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 。あるき、どんなボタン？押してください。誰か押してください。こっち有名じゃない。何でもどれもビーズボタンだ。ビーズボタンだ。一本やったー。出してね、今回は。やったー。これはいけると思ったー。言うの好き。第3問。はい。お前、何歳やねん。2歳児になる我が子が初めて口に出した言葉とは。うわー。はるき、お前、何歳やねん。2歳児になる我が子が初めて口に出した言葉とは。給付金何に使おう。おぉ。ジャブ、ジャブだな。危ないね。いいね、いいね、いいね。お、もち。2歳児が初めて口に出した言葉とは。そんなこと言ったって、しょうがないじゃないか。ああ。よっしゃ。いや、まあまあ、危ないな。かわいい。乗せ。2歳児が口に出した言葉とは。フェルマーの最終定理ですか？それなら母親の鼻の中にいると思う。一本。よっしゃー。それはおもろい。よーし。好きです。ちなみに。おじゃ全員リーチ。
うわー、次1本取ったやつ勝ちで。第4問。はい。はい。おはようございますの代わりに定着した新しい挨拶とは。いやー、俺も緊張する、なんか。うわー、ちょっと会場温めちゃう感じになっちゃうけど、出していいですかね。はい。新しい挨拶とは。サイモンチのピピンチョー。おぉ。まあでもこういうことで。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。のせ、新しい挨拶とは。Hey guys, we have a gift for you. さあ、やばい。やばい、やばい、やめて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 。やめろー。おぉ、あぶねー。これはやってるわ。マジであぶねー。怖い、俺も。あるき。いやー。新しい挨拶。どんな挨拶？小学校で使う例です。起立。で、おはひふへほー。あぶねー。おもろいぞ。やばいよ。もち。受けんな、受けんな。新しい挨拶とは？歌え、叫べ、グッデイ。どういうこと？ちょっとわかんないです、わかんないです。キャッチコピーや。意味がわかんない。どう、どうすか。これおはよう、おはようではないでしょ。お、お、歌え、叫べ、グッデイ。やばい、めっちゃ多いな。いや、これ別の問題ありじゃないですか。別の問題にしてほしいです、僕は。よし、ちょっとじゃあ、ちょっともう決めかねるので、最後一人一台でいいすか。うわうわー。オッケー。よし、最終問題。はい。大事な面接に寝坊しました。言い訳してください。うーわ。いやー。あー、もうこれでいく。はい。おー。いやー、いい顔してる。いい顔してるよ。行きましょうか。じゃあ、野瀬くん。大事な面接に遅刻。言い訳をしてください。申し訳ございません。こちらへ向かっている途中に立てこもり事件を2件解決。広告からインスパイアされ子会社を設立。その後フェイスブックの創設者マーク・ザッカーバーグとの会談が長引いて溺れてしまいました。面接の必要ないやつの言い訳。レイが好きなんだよな、これな。そういうか、もうそうか。これいいな。じゃあ2番手、もち。大事な面接に遅刻。言い訳をしてください。すいません、前日メッシとサッカーしてました。なるほどな。そっち系ね。いいね、いいね。ハキハキ系。さっきハキハキだけど、すごいやつ。意味不明なことしてるタイプのやつ。あ、おもろいな。じゃあ、ハルキ、大事な面接に遅刻、言い訳をしてください。ガチャ、すいません、遅れました。行き道でおばあちゃん助けてまして、そのおばあちゃんがおばあちゃんピラミッドだったんですよ。こと、おばあちゃん組体操。どういうこと。画力はあるんだよ、ほんとに。やばい、みんなおもろい。もう好みで決めました。うわー、あの、正直もう決まってるよね。優勝はのせ。よっしゃー、やったー、やったー、やったー。マークサッカーボーイル、ありがとう。ケンタッキー食べましょう。よっしゃー。2時半やったー。来たねー。よいしょー、来たよー。よいしょー。いやー、お前。先生いただきます。うまーあがっす。うまっ。耐えられない。うまっ。じゃあまた2時間後。